サラマライクマラハトマイブリカジン、お待たせいたしました。ではただいまからスンナーマンハインアラベオ講座第2回ということで、コランの言葉を学ぼう名詞文の授業を始めます。よろしくお願いいたします。ビスミラーヒラハマンラハイムチュアマネクチュフカキャンラーの皆によってアルハムドリラーヒラッピラアラミン、我らがシャンナにこそ全ての称賛がありますように。わアフダルサラーティワタムタスリミアラサイディナムハンマリンアラアリヒウサハビヒアジマイン、我らが勝者ムハンマド様とそのご家族を救う全員に最高の祝福と平安がありますように。Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin。 Allah どうか私たちに役立つものを教えください。そして今まで教えくださったものを役立たせてください。願うかどうか私たちの知識を高め、あなたに受け入れられし行いを富ませてください。アーミン。名詞文です。読んで字のごとく名詞で始まるから名詞文なんですけれども、アラビア語の文章スタイルは大きく言って2通りあります。動詞文と名詞文、それぞれ動詞で始まると動詞文、名詞で始まると名詞文です。でどちらがより古典的でオーソドックなアラビア語のスタイルかというと動詞文の方とされます。動詞で始まる方がよりアラビア語らしいということですね。でも、動詞を習うのはアラビア語を学習道の中でですね道のり長いですので学習道と名付けますけれども、その中でもはっきり言って中級レベルぐらいかなと思います。初級テキストでももちろん動詞っていうのは項目が持たれているわけですけれども、今までどれほど多くのアラビア語を学ぼうと志した人たちが動詞の回で挫折してきたことかと言われるぐらい、動詞は多岐にわたってまた数も多いですので、難関中の難関とされるところです。ですのでどちらかといえば動詞の方がより正統的なアラビア語文ではあるんですが、より簡単な名詞文の方から入っていく傾向が強いというわけです。名詞文、ムスリムのためのアラビア語講座ですので、それにちなんだ例文をたくさん用いていきたいと思います。皆さん、預言者ムハンマド様の言葉にサララフアレイヒワサラムアッサラートヌールというのがあるのご存知ですか。2語からできているハディスですから子供にも覚えやすいというもので、土曜学校なんかでも使いましたけれども、ぜひ今日これを覚えて帰ってください。アッサラートヌール、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 アッサラートヌールというわけです。アラビア語では定冠詞のことをアリフ・ラームで表します。いわゆる英語で言うラですね。ですのでサラ、定冠詞プラスサーデ、ラーム、アリフ、タマルブータでアッサラートです。サラとはもともと祝福、祈願を、指したと言います。ですので、インナアラーハワマラーイカタフユサルーナアラン・ナビーヤーアイユハルラディーナアマヌーサルーアレイヒワサリムータスリーマーと、預言者ムハンマド様への祝福祈願の美徳、徳が語られるときに必ずと言っていいほど引用される典拠となるこのコランの一節では、インナアラーハ、まことにアラーとその天使たちはユサルーナアラン・ナビー、預言者にユサルーン、サラーするっていうんですね。だからヤーユハダディナアマノ、何時が信仰する者たちよ、
サルアレイヒ、彼の人にサラーしなさい。ワサリム、それから平安の挨拶をタスリーマ、平安の挨拶をしなさいと、丁重にしなさいと言われるわけですが、ここで言うアッラーとその天使たちがサラーするってどういうことですか。このハディースで言われるところのアッサラートヌールは礼拝は光です。私たちがその1日少なくとも1日5回は義務として捧げるあの礼拝でも、インナ・アラハ・マラーイカタホ・ユサルーナ・アラ・ナビのユサルーヌ、ここのサラーはその礼拝ですか。アッラーがサラーするということで、ここでは元の意味である祝福を与える、送るといったような意味で用いられていると説かれます。ヌールというのはヌーン、ワウ、ラ、ヌーン、ワウ、ラですね、光です。その複数形はアンワール、アンワール、単数です。ヌールは単、もちろん定冠詞をつければ全体名詞として、いわゆる光全体を指しますけども、複数はアンワールです。